お待たせ。遅れてごめんなさい。お性能の匂いとか気になりだしたら決まらなくて。どうかないつも和服だからあまり変わり映えしないかもだけど。晴れ着っていつもと全然違うから逆に着慣れなくて。でもよかった。そう言ってもらえて。 来る途中いろんな人に声かけられたのお得意さんとか仕入れ先の人たちもこの格好をお仕事と思ったみたいで大変ねって言われちゃった初めてかも商店街のみんなに隠し事でもねなんだかドキドキしたそれに今はもっとドキドキしてる今日は何をお願いするのありがとう。 私はあなたのことをお願いするつもりだった。似てるね、私たち。じゃあ、お互いのことをお願いしよう。きっと叶うから。それじゃ、神様お願いします。せっかくだし、おみくじ引かない 一人に絞れ、うんー、絞ってるじゃない。ねえ。お参りあっという間だったね。楽しい時間はいつもすぐ終わっちゃう。あなたといると夜が来るの早いんだ。そんなこと前は思わなかったのに。あなたといると初めてのことばかり。 どこかでお茶していくあ、でも三が日だし、お店。いいのじゃあ、お邪魔じゃなければ。<laughs> この格好じゃはしゃぐと気崩れちゃうかもだけど。あい、意味違うよななこちゃんいるから遊んであげようって。だって、病院でずっと一人だったから。ああ、もう、どうして笑ってるのもういい。 どこかお店探そう